皆様こんにちは。私たちは宇都宮市消防音楽隊です。普段は消防署に勤務して消防車や救急車などに乗って災害現場へ行きながら非番の日を利用して訓練をしてこうして演奏活動を行っています。また音楽隊の中には消防団員もいます。今日は短い時間ですけれども最後までお楽しみいただければと思います。さて最初にお送りした曲なんですが、こちらの曲はハローファイヤーマンという曲です。これは消防署の一日を音楽にしたもので、途中でサイレンや鐘の音聞こえてきたんじゃないかと思います。実際に昔はね、消防車に乗って人が手でサイレンを回して出動していたと聞いたことがあります。今日使ったサイレンもですね、古い消防車から取り外して持ってきたものです。さて次にお送りする曲なんですが、